あ、どうもこんにちは。埼玉シンガーソングライター、トンクと申します。よろしくお願いします。今日もですね、歌ボーカルミックスボイス練習されている方に向けて、まあ、ちょっと一つ質問をいただきましたので、今日はそれをご紹介しながら皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですけど、まあ、今日はすごい簡単、シンプルなというか、まあ、当たり前な質問なんですけど、ちょっと改めて気づかされたことでしたので、ちょっとご紹介したいと思います。こんな質問ですね。カラオケに行くときに、一人で行くか、まあみんなで複数人で行くか、まあどちらの方が練習に効果がありますかという質問ですね。まあちょっと今のこのコロナの時代だと結構カラオケにそもそも行けないとか、まあみんなで行くのはちょっともう、持てのほかとかそういう状況にはなっちゃってるので、まあ一応コロナが落ち着いたとして、まあカラオケに行く、まあ練習しに行くとかっていう状態をまあ想定した上で、まあ一人で行った方がいいのか、みんなで、まあもしくはその知り合い友達として行ったら、自分の歌歌唱力伸びるのかっていう質問ですね。で、まあ当然のことながら、まあちゃんと練習するなら一人で、まあしっかりやりたいとか、まあみんなに聞いてもらった方が、まあ歌としてはこう客観的な意見も聞けるっていう、まあ人それぞれやり方もあると思いますし、まあその得て増えてもあると思うので、一人とどうしてもこうぼーっとしちゃう、怠けちゃうとか、まあみんなにの前でいると逆に歌えないとか、それは一人それぞれあるとは思うんですが、まあそれぞれ一人で行くバージョンとみんなで行くバージョンのそれぞれの、まあ一応メリットデメリットも、まあ当たり前なこともちょっと含まれますが、改めて私もちょっと考えてみました。まあ、ぜひね、皆さんも一人で行くか、みんなで行くか、こうなんかその自分のやりやすいスタイルあればコメントで教えていただきたい上に、まあどっちの方がね自分にとっていいか、その理由も教えてもらえたら嬉しいなと思います。でですね、私が今回一人で行く派とみんなで行く派、まあ名前をちょっとつけてみました。カラオケにね、まあどちらもみんな歌好き、カラオケ好きですので、私もカラオケ歌好きですので、まあ愛着の敬意の念を込めて、名前をつけました。一人で行く派の人は職人気質ということで、ちょっと私お話ししようと思います。一人で行く派ですね。まあ一人で、まあ人からですね。まあ一人で行く人のカラオケのバージョンっていうのは、やっぱり一番は、まあメリットからちょっとお話しすると、まあ自分の技術、歌唱力磨くのに集中できるので、まあ自己研鑽成長に一番つながりやすいなというのは、まあもうこれはもう皆さんご存知の通りだと思いますけど、一人で行く時には自分の歌唱スキルを磨くことに集中できる。まあこれがもう最大のメリットっていうことですね。まあ特にまあ音域を広げるとか、まあこの採点機能を使って、まあ、カラオケの採点を上げるとか、まあ、本当に分かりやすいところで言うと、そのあたりを集中的に、まあ、磨けると、まあ、一人カラオケの時の最大のメリットですね。まあ、これはまあ言わずもがなんですが、まあ、一方でデメリットとしては、まあ、一人でカラオケで練習するという状況は、まあ、下手をすると一人相撲になっちゃいがち、まあ、一人相撲とはつまりその歌がちゃんとできている、その自分が思う歌に近づいているのかどうかという客観的な判断、まあ、あくまで自分が歌を歌った歌を聞き返すことはもちろんできるので、客観的に聞くことはできるんですが、それでもやっぱり自分の声なんで、やっぱりこう偏見が入っちゃうんですよね。まあよく聞こえたりとか、逆に悪く聞こえたりとか、まあ、ちょっとそのまま聞こえないっていう、その自分のフィルターが入っちゃう、自分の声に対して自分のその偏見が入っちゃう場合もあるので、まあ、客観的に見るには、まあ、なかなか難しい場合があります。まあ、もちろん自分の声をチェックして聞き返してまた歌うっていう練習はすごい必要です。ただそれでも一人相撲になっちゃう可能性があるので、まあ身近に詳しい方いれば聞いてもらうとか、まあ、もちろん友達でもいいですし聞いてもらう必要ももちろんあるかな。まあ、デメリットとしては一人相撲になりがちっていうのと、あとその一人で、練習し続ける場合っていうのもやっぱり一人だと怠けちゃうのもあるんですよね。まあ、練習こう毎日とか週に何回とかって決めていってたとしても、まあ、来月になったらちょっとペース落ちちゃったりとか、でも別に一人だとやってるので誰にも怒られることないし誰にも咎められることはないんですよ。例えばそのスクールとかに出て、先生がいれば、まあ、先生にやっぱり次行った時にちゃんとレベルチェックされるっていうのが分かってるので、練習のペースはいや、まあ、緩めないと思うんですけど、よっぽどのことない限り、やっぱ一人だと、まあ、やらなくてもやってもどっちでもよくなっちゃうので、まあ、モチベーションの維持がなかなか難しい、まあ、デメリットというか、まあ、この辺がしっかりできてるからこそ一人でできるって人もいると思うので、まあ、この辺メリットデメリット含めて、職人気質ということですね。まあ、自分で自分を律して自分の技術をしっかり見つめ合って身を伸ばしていく、まさに職人派だということで、一人派、職人気質という命名をつけさせていただいて、まあ、メリットはまあ自己研鑽が一番しやすいよと、デメリットとしては一人相撲なりがちと、あとまあたまに目標を見失っちゃったりとかペースを乱しちゃってるっていう場合もあるかもねっていうのが、まあ一人派の、メリットデメリットですね。で次いきます、
みんなで、まあみんなでってのは別に数人でもいいですし、まあ2人でもいいですし、まあ5人10人で、まあ複数人でってちょっとまとめさせていただきます。で、今回このみんなで派の話をするときに、まあ私も尊敬の念を込めて命名すると、エンターテイナーということで、お話をさせていただきます。ちょっとみんなで行くときの、みんなで行きたいって、みんなで行った方が楽しい。カラオケ歌もどんどん伸びやすいって方に命名するのはエンターテイナーですね。まあメリットとしては、とにかくまあ歌をみんなで楽しめると、まああの歌なんでね、まあ音楽音を楽しむと名前の通り、まあ楽しんでなんぼだというのがありますので、まあこの辺まで楽しみながら上達していくっていうのは、まあ本来本当に理想、まああるべき姿というか、まあ自然な姿だと私は感じてます。まあそれはまず一人で練習するのがダメってことはないと思うんですけど、まあさっき言ったように逆に一人でやった時のモチベーション維持が難しい場合は、このみんなで一あのまあみんなでというのは、まあ、別に1人でも3人でもいいんですけど、一緒に頑張れる仲間がいると、まあ、継続モチベーションの維持もしやすいっていうのがあります。まあ、メリットとして。でもう一つのメリットとして、結構トレンドにも敏感になれる。それトレンド察知にも結構あの役立つってことですね。まあ、自分一人で歌ってる時って自分一人の好きな曲しか歌わないと思うんですけど、まあ、あの相方とか、ね、他の人がいれば、まあ、他の人が歌う曲、まあ、どんな曲歌ってるんだろうとか、まあまあ多分まあ中にはまあ一番ね最近の歌好きな人とかいれば今最近の情報が分かったりとか、まあ自分でもその他でも音楽の情報を強いられるんですけど、まあ実際にその友達が歌ってるのを聞いて、ああいい曲って思うこともよくあるので、まあ今の歌音楽、まあその最新のトレンドというよりもどんな曲があるんだろうってことに対して、まあ知見が広められるっていうのが一応メリットですね。ただ一方デメリットですね。まあやっぱりみんなで行くということは他人優先になりがちなので、まあつまり例えば自分がこの曲を歌いたいっていう曲があったとして、まあそれさま歌えばいい、歌えるときは歌えると思うんですけど、まあこの曲はでもみんな多分知らないよなとか、ちょっとこの曲はあの重い雰囲気を悪くしちゃうなバラードとか、あの別にバラードがダメってわけじゃなくて、まあまあみんなでこう楽しく歌ってて、まあできればポップな明るい曲っていう感じの中で、まあバラードってちょっと突っ込みづらいなとか、周りのこうやっぱりね感情とかその雰囲気とか、まあノリっていうのをこう意識すると思うので、まあ自分で本当にこの歌っていうところにまっすぐ行きづらい、他人優先になりがちっていうのが、まあ、みんなで行く派のデメリットですかね。で、あともう一つが、まあ、その自分の歌がやっぱりその評価として、まあ、自分で歌っているものなので、まあ、自分で決めればいいんですよ。いい歌だとかうまく歌えたとか、あの良かった悪かったっていうのは自分で決めればいいんですけど、私の他人の目がね気になってしまうと、要するに他人の評価が気になってしまう、まあ、これはある意味デメリットでもありメリットでもあるんですけど、まあ、その他人の、まあ、他人というか、まあ、友達と一緒に行って歌って、ああすごいってよかったとか、みたいな感じの、まあ、友達とかだったら、ね、普通に言う人もいると思うんですけど、まあ、そういうその周りの評価、まあ、その反響が気になってしまうのが、まあ、デメリット、まあ、ここはでも難しいです。言い方としてはメリットにもなり得る部分ではあります。その評価反応が自分の歌の今の水準をある程度推測する判断基準にもなり得ると思うので、まあ、ちょっと言い方すごい難しいんですけど、まあ、メリットデメリットもう一回まとめると、メリット、まあ、とにかくみんなで楽しめる、まあ、モチベーションも、ね、あの維持しやすいので、まあ、歌カラオケ特に一緒に頑張れる仲間がいると続けやすいっていうのが一つと、まあ、もう一つはトレンドです。トレンドとか音楽 その知見を広めることにもなる、まあ、友達が歌ってる歌っていうのはやっぱ聴いててすごい一番入ってくるので、まあ、こんな曲があるのかっていう知る機会が増えると。で一方デメリットではやっぱり他人優先になりがちってことですね、まあ、自分が歌いたい曲よりもみんながこう受けのいい曲を選ぶって、自分の歌いたい曲が歌えず、まあ、なかなかそこに練習というか、まあ、その自己研鑽 その時間を作りづらいっていうのがあるのと、あと他人の評価を気にしちゃしまう、まあ、つまりこう自分の歌っていうのがどれだけうまいかどうかっていうのは他人依存になってしまう可能性があるということですね。まあ、これは本当に言い方次第なので、自分の基準を大事に持ちつつ、周りの人が自分の歌を聴いてどう思うかっていう客観的な評価を得るチャンスではあるので、まあ、デメリットでもありメリットでもあるんですけど、その他人の評価っていうのは、まあ、まあこの辺は一応エンターテイナー、みんなで歌カラオケに行く派の、メリットデメリットをお話しさせていただきました。まあ、こんな感じで、まあ、当たり前っちゃ当たり前な話なんですけど、私もちょっと今回の、ね、質問を機に、あなるほど、一人で行くかみんなで行くかどんなメリットデメリットあるか、ちょっと今一度お話まとめてみたいなってことで、ちょっと動画お届けさせていただきました。ちなみに私は一人派でした一人で行くのが一番ほとんど多かった、まあ 7,8 割ぐらいですね。であと残りは結構その自分が歌い込んでなんとなく自信がつきついてきたら、友達とか会社とか、まあ、あの仲間何人かで一緒に歌いに行くという機会を意図的に作ることもありました。まあ、それは上手くなったからというよりも、まあ、やっぱり自分が歌ってきたのを
なんかやっぱりみんなでこうシェアしたいっていう気持ちが一番ですね。まさに今動画でこう歌ってみたっていうのをこうシェアしてるのも一緒なんですけど、まあ、やっぱり磨いてきた歌はやっぱりみんなで最後シェアしたいですし、まあ、もちろんそれ 100% 上手くなるってことないので、まあ研鑽、自己研鑽の道はまあまだまだありますが、まあ自分一人で行くっていうところとみんなで行くっていうところのバランスはね、まあ、ぜひ取りたいなっていうのはありますが、まあ割合としては 7,8 割1人でした。で、まあ、残りがまあみんなで行くというような感じでやらせていただきました。皆さんはねいかがでしょうかね。どっちが正しいかというよりも、まあ、どっちかのこう系統テイストがあの自分に合ったものがあれば自分取り入れて、まあ、うまくねバランス取っていければと思います。カラオケなんでね、まあ、楽しくあの歌っていければと思いますので、まあ、ぜひぜひね今回の動画は何かのヒント、まあ、きっかけとかね練習の何かこう流れが変わるヒントになればと思いました。ぜひね、まあ、歌ボーカルミックスボイスお話ししていきたいと思いますね。いいねボタン、チャンネル登録いただけると嬉しいです。続きましょう。